どうも、ウエストランド・イグチです。ウエストランド・イグチのサッカー動画、イグサカ、始めていきたいと思います。えー、連日ニュースでも取り上げられてます通りですね、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、えー、各種イベントを中止延期になったりしておりまして、J リーグも延期が発表されております。えー、寂しい思いをしているサッカーファンも多いと思いますが、えー、海外のサッカーは続いておりますので、その辺の話もしていきたいと思います。えー、今回お話しするのはこちら。 ウェハチャンピオンズリーグベスト16ファーストレグのお話でございます。えー、この動画でも何度か取り上げたことあると思いますが、ウェハチャンピオンズリーグというのは、ヨーロッパのクラブの1位を決める大会でございます。えー、各ヨーロッパのリーグのですね、まあ、リーグの強さにもよるんですが、上位のクラブが、えー、出場しておりまして、1位を決めるという、まあ、毎年リーグ戦と並行して行われている大会でございます。ウェハというね、ヨーロッパのサッカー連盟主催の大会でございます。 えまあ今ね、世界的な名プレイヤーたちは基本的にはヨーロッパでプレーしているので、えー、かなりレベルの高い試合が多く繰り広げられますし、ずっと一緒に練習しているという意味ではね、戦術も浸透しているので、えー、ワールドカップよりレベルが高いとも言われている大会なんですが、えー、そのベスト16、えー、ここから決勝トーナメントです。それまでは予選リーグ、グループリーグだったんですが、えー、ここから決勝トーナメントになりまして、ホームアウェイの2試合で決めます。 なので、ファーストレグというのはその1試合目ということですね。えー、ヨーロッパのクラブの1位を決める大会でございます。えー、そのファーストレグが、えー、先日、えー、何日かにわたって行われまして、その結果が出ております。こちらです。なんと、えー、16チームなので8試合あるんですが、えー、こっち側、えが、えー、こっちの方がホームのチームでございます。で、こちら側がアウェイのチームです。実はこれがかなり重要でして、えー、ホームアウェイで行われるシステムなので、 同じ勝ち点、同じゴール数の場合は、アウェイゴールが優遇されます。例えば2対1で、ファーストレグを終えて、セカンドレグが0対1だと、スコア的には、勝敗もスコア的にも一緒になるんですが、アウェイで1ゴール決めれる方が勝ち上がるということになります。アウェイゴールが優遇されるというシステムなので、いかにアウェイでゴールを取るのか、ホームで失点をしないのかというのも大事になってきます。1試合ずつ簡単に振り返っていきたいと思います。まず一番上。 アトレチコマドリード、スペインのクラブですね。対、リバプール、イングランド、プレミアリーグのクラブなんですが、1対0でアトレチコマドリードの勝利ということになりました。この動画でも何とか言っている通りね、リバプール、南野選手も移籍したリバプールなんですが、プレミアリーグでは今は無双状態といいますか、本当に無敵の強さを誇っているんですが、チャンピオンズリーグではアトレチコマドリードが、まあ、ホームとはいえ、 勝利ということになりました。えー、セカンドレグどういう戦いになるかというとこなんですが、えー、前半早々にサウル選手が決めてですね、まあその得点を守り抜いたという感じなんですが、攻撃陣が売りのリバプールもですね、えー、この試合は枠内シュート、えー、ゴールの枠に飛んでたシュートがなんとゼロというね、うん、ちょっと見事に抑えられたかなという感じでございます。えー、セカンドレグどうなるんでしょうか。ちょ、今もうリバプールのジャージを着てますからね。 えー、まあ、特別リバプールを応援してるわけではないですが、南の選手がいますので、活躍も期待したいと思います。えー、続きまして、ドルトムント対パリサンジェルマン。えー、ドイツのドルトムント対、フランスのクラブですね、パリサンジェルマン。えー、なんですが、2対1でドルトムントの勝利ということになりました。えー、パリサンジェルマンはですね、ネイマール選手とか、エムバーベ選手とか、えー、超豪華夫人なんですが、そのパリサンジェルマンに対してドルトムントが、ホームで勝利ということになりました。えー、この動画でも何度も言ってます。ハーランド。 えー、19歳の選手がですね、またもう2ゴールと。ちょっと手がつけられないぐらいゴールを荒稼ぎしておりますね。えー、パイサンジェルマンもネイマール選手が決めたんですが、ドルトモントの勝利ということになりました。まあ、ホームのチームが順当に勝ってますね。えー、続きまして、アタランタ対バレンシア。えー、アタランタというのはイタリアのクラブなんですが、なんでしょうね、そこまで多分サッカー興味ない方だと聞いたことないという人も多いと思います。えー、ここに出ているような、 超強豪クラブではなく、まあ中小クラブと言いますか、えー、残留しないようにセリアを戦うようなクラブだったんですが、ここのとこ急激に強くなってきてですね、えー、素晴らしいサッカーを繰り広げてくれております、えー。チャンピオンズリーグでこの決勝トーナメントに来るだけでも回帰というとこだったんですが、なんとそのファーストレグで4対1で、えー、バレンシアに勝つという、えー、バレンシアというのはスペインのクラブなんですけど、うん、ホームとはいえ4対1、えー、かなりこれはアドバンテージなんじゃないでしょうか、えー、ベスト8進出が。 近づいてきてるのかなという感じもします。まあ何が起こるか分かりませんけどね。えー、続きまして、トッテナム対、えー、ライプチヒ。トッテナムがイングランドプレミアリーグのチームで、えー、ライプチヒがドイツ、ブンデスリーガーのクラブなんですが、えー、0対1でライプチヒが勝利ということになりました、えー。トッテナムちょっと怪我人が相次いでますね。うん。まああのー、ホームのチームが、 ーアウェイのチームが勝ったという感じになるんで、うん、トッテナムここから次アウェイに乗り込んでどういう戦いをするかという感じでございます。怪我人がね、ちょっと気になりますね。え、続いて、チェルシー対バイエルン。え、チェルシーはイングランドプレミアリーグのクラブ。えー、バイエルンはドイツブンデスリーガーのクラブなんですが、0対3でバイエルンの勝利ということになりました。ニャブリ2ゴール、レバンドフスキ1ゴールということで、アウェイで3対0。先ほども言いました通り、アウェイのゴールはかなり大きいので、 うん、これは、えー、ちょっとかなりドルトム、あバイエルン、ベスト8へ、えー、近づいたんじゃないでしょうか。チェルシー、うんまあ、チャンピオンズリーグはね、このファーストレーグ、セカンドレーグで大逆転劇起きたりしますんで、まだ何が起こるかわかりませんが、ちょっと苦しいかなというところでございます。えー、続きまして、ナポリ対バルセロナ。えー、ナポリはイタリアセリエ A のクラブ、えー、バルセロナはスペインのクラブなんですが、1対1で引き分けということになりました。 うん、グリーズマンがね、バルセロナゴールしたりしたんですが、1対1。まあ、アウェーでバルセロナは1対1なので、まあまあ、まずまずといったところでしょうか。ナポリーは、えー、ホームで引き分け、続いては、えーセカ、セカンドレゴはですね、スペイン、バルセロナに乗り込んでの試合となりますので、うん、どうなるでしょうか。さあ、続いて、リオン対ユベントス。えー、リオンはフランスのクラブ、えー。ユベントスはイタリア、セリアのクラブなんですが、1対0で、リオンの勝利と。 いうことになりました。えー、ユベントスはですね、まあ、イタリアの超名門クラブなんですが、現在、クリスティアーノ・ロナウド選手が所属しております。まあ、メッシと並んでね、世界最高のプレイヤーなんですが、そのクリ,クリスティアーノ・ロナウド選手率いるユベントス、えー、無得点で終わってしまったと。しかも、枠内シュートが、えー、ここもゼロだったということでね。うーん。まあ、次、ホームでの試合になるので、そこでどういうサッカーを繰り広げるんでしょうか。まあ、リバプールとちょっと似たような状況かもしれませんね。えー、続きまして最後ですね。レアル・マドリード対マンチェスターシティ。 えー、レアル・マドリードはスペインのクラブ、えー。マンチェスター・シティはイングランドプレミアリーグのクラブですね。えー、先日この動画でも取り上げた通りですね。ちょっと、えー、いろんなピッチ外の問題も起きていて、どうなるかというとこだったんですが、えー、マンチェスター・シティが、えー、対レアル・マドリード1対2でマンチェスター・シティの勝利ということになりました、えー。アウェーでマンチェスター・シティが勝利しましたね。逆転勝利でございます。えー、レアル・マドリードは、えー、セルヒュロ・ラモス選手が終盤に退場になったりとかですね。うんちょっと 運もななななかないかかいというような感じでもあったんですが、えー、マンチェスターシティね、ピッチ外の問題で揺れてる時ではございますが、しっかりと結果を残しております。えー、チャンピオンズリーグに来季とその次出られないというようなね制裁を受けるという形になりそうなんですが、今シーズンは出ておりますので、うん、ここはちょっとね、どこまでいけるか注目したいと思います。はい、えー、ということでまたセカンドレグがありましたら、えー、そのお話もしたいと思いますし、ちょっとね、 えー、なかなかいろんなイベント行けなかったり、外で歩きづらいという日々が続いておりますが、えー、ダゾーンとかに契約している方はサッカーたくさん見れますし、まあえー、公式のハイライトの動画もたくさんあるし、J リーグの公式 YouTube もありますし、まあ、この動画でもいろんな話していきますので、ぜひ見ていただけたらと思います。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。えー、各ヨーロッパのね、まあ、J リーグももちろんなんですが、ヨーロッパのクラブいろんな面白いサッカー、えー、やっておりますが、チャンピオンズリーグ、チャンピオンズリーグがですね、一番、えー 激しく、熱く、えー、そして強いクラブがたくさん出てるということなので、最新のサッカーも見れますし、えー、いろんなゴール、スーパーゴールも生まれたりしますので、見てる方も楽しいんじゃないでしょうか。もし興味がある方はそちらもチェックしてみてください。はい。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた次回。さよなら。